ニボリリ、どっちがコスプレを愛してる？って聞かれると確かに難しいよね。キャラに愛があるのは、その作品を愛しているってことは言えるけど、コスプレを愛しているとは言えない感じもあるんだよな。にしても新キャラも個性が強くて、可愛くてよかったです。先生とのやりとりも良くて、ほんと来週も楽しみです。以上、ニボリリのお話でした。